それじゃあ、姉御。早速行こうぜ。待った。先月はスミレ売り焼きで消火隊に通報さ、あんたら、1ヶ月で何回捕まったら気が済むわけ？今回チラシを貼ったのは。言い訳はいらない。助け、俺たちを助けるんなら、最後。こいつらに同情することはない。これは当然の教訓さ。つまり規則を作る必要があるってことか。確かに明確な条例とそれに対応する処罰があれば船員の行動をよりよく正すことができる。もしかしてあいつらがなかなか行動を改めないのは荒滝派に規則がなかったからなのか。おい、あいつら何を話してるんだ。よくわからないが、もう殴ってこないってことか。なるほど。考えさせてくれ。荒滝派ガイドか。勉強？まさか俺たちに本を暗記しろとでも言うのか。マジか。だったら殴られた方がよっぽどマシだぞ。おい見ろ、忍の姉子がこっちを見てない。今のうちに逃げようぜ。確かに暗記させてしまえば行動する時も程度というものを把握できるだろう。ただ奴らの性格を考えると暗記するまでは宿題を増やして毎日暗記を抜き取りチェックしないと。あれ、もういない。こっちは天守閣と奉行所だから、逃げるとしたらきっと反対側だ。放っておくとまた面倒を起こすかも。悪いが一緒にあいつらを捕まえてくれ。アイサ銭湯の旦那が何かを見回してるような。さっき銭湯の掃除をしていた時、外が急に騒がしくなったんです。それで様子を見に行ったら、黒い影がすごい勢いで木の上に登っていって、人の出入りも多いですし、泥棒や強盗なんかではありませんよね。さっき銭湯の掃除、それで様子を見に行ったら、人の出入りも多いです。
起きろ。ここで何してるんだ。忍の姉子、どうしてここに。ちょっと、あなたたち、よそんちの屋根で何してるんですか。あ、すみません、今すぐ降ります。無茶にも程があるだろう。瓦が割れなくて幸いでした。もし割れていたらあちこちを修理することになり、アイサ銭湯も閉めることになってしまいますから。すまない。申し訳ありません。しっかり叱っておきますので、もし後になって破損が判明した場合、私までご連絡いただければ、荒滝派が責任を持って対応させていただきます。花見坂におりますので。今回のことは大したことではありません。ただこのままこうやって毎日はしゃぎ回られたら、遅かれ早かれ何か起こされることになるでしょう。あなたは道理のわからない人ではないはずです。もっと手下の管理について考えた方がいいと思いますよ。はい、ご理解ありがとうございます。町のためにも、荒滝派自体のためにも、一刻も早く彼らに規則を遵守させられるよう努力します。ちゃんと改めるから、ちゃんと。いいか、あんたら、今日から荒滝派の波中ハットをしっかり守ってもらうぞ。波中ハット第一条、他人の所有物を傷つけるな。違反した場合、被害者に修理費と遺失利益を全額払う。状況によっては相手は精神的な賠償も行える。すぐに賠償金を用意できない場合は荒滝派が代わりに支払うが、その後は制限期間内に仕事で返してもらう。もちろん利子付きだ。返済し終わるまでは荒滝派で所有するあらゆる資産、例えばあんたらの鬼カブトムシや七星召喚の札は凍結される。やだ、俺が悪かったよ。悪いと思うなら二度とするなよ。それから元太とアキラはどこへ行った。それは、荒滝派は同期連士なんだから決して裏切れないんだって親分が言ってた。もしあいつらが波中ハットに触れたら、かばったやつも同じ罪に問うよ。二人は花見坂へ行った。この目で見た。早く行こう。面倒が起きていなければいいんだが。姉子、この俺の過ちを認める態度に免じて。黙ってさっさとついてこい。もしまた逃げようとした時にはどうなるか知らんからな。行こうよ。陣営のごとく。場所を変える？でも橋の下以外で大人にバレないところって言ったらどこだろう。いっそ宵宮姉さんに頼んで占拠してる人を追い出すために花火をあげてもらうのはどう？それは良くないだろう。確かに先に僕たちを追い出したのはあいつだけど。だから悪いのはあいつだろ。ねえ、そろそろ家に帰って宿題をやらないと。勉強しないでカードゲームばかりしてたら橋の下にいる大人みたいになっちゃうかもよ。どうしよう。陣営のごとく。
ここで何してる？出てきな。姉子。はあ、僕たちの縄張りを奪った大人が出てきたぞ。はあ、ごめんね。今すぐ引き払わせるから。すまない。お前たちの縄張りを奪うべきじゃなかった。せめて正々堂々と勝負すりゃよかったよな。こうしよう。お詫びに俺が七星召喚に付き合ってやるよ。それなら俺も。俺たち荒滝派は福を共に、いや苦しみを分かち合う。だからお詫びも一緒にやる。やめとく。ここで騒いだりしたらそのうち大人たちが来ちゃうだろうし、宿題まだやってないことがバレたらこれから一緒に遊べなくなるもん。それに七星召喚ばかりやって宿題をやらないとまずい大人になっちゃうかもしれないのよ。本当に？まさかこんな風になっちゃうのか？それはかえって宿題をやった方がいいな。こいつら。待て、子供相手に意地を張るつもりか。ハチューハット第2条、子供と争うな。ハチュハト？なんだそれ。黙っておとなしく聞いておくんだ。違反者は相手に誠意を込めてお詫びし、またそれに対応する保証を行う。被害者に許されるまで集団活動への参加は一切禁止。例えばスミレ売り焼きや豪華会、虫相撲、あるいは七星召喚など。いやだ。泣くほどの余力があるのならアキラの居場所を教えろ。それは荒時派は兄弟のように親密だから告発なんかできない。特に忍の姉子にはって親分が言ってた。はあ？アキラは城の外へ出た。この目で見た。忍の姉子に睨まれると体がつい荒時派は苦しみを分かち合う。だから叱られる時も一緒だ。城の外？奉行所の同心から聞いた話だと最近外は騒がしいようなんだが、早く行こう。うまくいけば追いつけるかもしれない。そういえばなんでこんなに早く姉子にバレたんだ？なあ守、まさかお前。アキラのことは心配だな。早くついていこうぜ。行け。アキラのやつ、普段はろくに走れないくせに。ダメだ、疲れた。最近カイラギが場外でうろうろしてるって情報を奉行所から聞いたんだ。はあ、いずれにせよ早く探し出さないと。場外の地形は複雑だからここは手分けして探そう。守と玄太を落ち着かせて走り回らないよう警告したら南の方を探してみる。あ、感謝する。あんたらはここにいろ。どこにも行くんじゃないぞ。わかってる。実際もう走れないし。今は走れないかもしれないが、たとえ回復してもまたに。思わない。もう逃げ。瞬く間に。
この箱、中に隠れられるかも。え？お前は勘弁してくれ、忍ぶの。え？びっくりしたぜ。てっきりお前のそばにいると思ってさ。よかった。目をつぶったまま遠くまで走ってきたら、うっかり転んでここに落ちちまったんだ。まさかこんなところに隠れるのに最高の場所があるなんてな。それに大きな箱もいくつかあるし、その中に潜り込めばさすがの姉子も俺を見つけられないはずだ。ああ、告げ口みたいな真似はするなよ。俺ら荒竹屋は家族のように親しく、友達は助け合うもんだろ。頼む、箱に入ってるものを片付けてくれよ。カイラギ、またまた姉子は俺を驚かすつもりか。それにカイラギと怒った忍の姉子なら、なんだか姉子の方が怖い気がするぜ。こんなに遠くまで逃げ出したんだから、きっと姉子は怒ってる。ここはしばらく隠れた方がいいと思うんだ。本当に俺を助けてくれるのか？お前がいてくれれば姉子も俺を許してくれるかも。それじゃあお前についていく。この命はお前に託したぞ。忍ぶの姉子。南側の調査が終わったのに、あんたらがなかなか帰ってこないから様子を見に来ただけ。その様子だとちょうどいいところに来たみたいだな。助けてくれ、約束したぞ。安心しろ、殴るつもりはない。姉子、勘弁して。え、俺の聞き間違いか。毎日こんなに騒がれたら、たとえ千樹百目があったって足りないよ。それにいくら懲らしめても懲りずに過ちを犯す。俺たちは荒滝派だからな。今日からは波中八頭を活用して風紀を正すことにする。副案はすでにできてるから、整理が終わったらあんたらに叩き込むよ。守ると玄太は花見坂であんたを待ってる。勉強会でも組んで、お互いに暗記できてるかどうか確かめな。マジか、本当に授業をするのか。助けてくれ。荒竹派の男、その時間を暗記と宿題に費やすわけにはいかない。ここは逃げるしかない。また逃げる気。波中八頭第三条、命令に従わぬ者は八頭全将暗唱すること。サブローは子供に札遊びで負けた。納得できないと思った彼は相手の札を掴んだ。これは波中八頭の第何条に違反しているか。負けたのに納得できないだって。このサブローってのはどこの一派の野郎なんだ。懲らしめてやる。そうだ、潔く負けを認めるべきだ。そんな卑怯なことをするなんてよくないぞ。質問に答えろ。サブローは実在しない人物だ。あんたも来たのか。効果はまだわからないけど、授業では罰を使ってこいつらの余りある勢力を有意義なことに使わせることができる。面倒事を減らしたって観点から見ると、それだけで立派な効果さ。もうすぐ見られるよ。こら、答えは出たのか。
子供と争うは第2条だが所有物の侵害は第1条だったよな。だったら俺が第1条、お前たちが第2条で行く。そうすりゃどっちかが当たるはず。これで処罰を少し減らせる。よし、じゃあ忍ぶの姉子、俺たちは。ブッブー、サブローは第1条と第2条を同時に破った。またこの事例は第2条36項目の補足説明にも当てはまる。罰としてあんたら全員今の問題に関係する条目と規則の詳細を3回ほど書き写してもらおうか。